アンブロジーにサジッタリオアンブロジーにサジッタリオはイタリアのアンブロジー2社が自社製の S7 をもとに製作した空気力学用の実験機である。サジッタリオにはアンブロジー 2S7 の胴体に新しい木製で前縁が45度の交代翼の主翼と尾翼が取り付けられたが当初は S7 のピストンエンジンはそのまま残されこの機体はアンブロジー 2S7 フレッチャーとして知られる。 1953年1月5日に初飛行を行い、この形態のまま数度の試験飛行を実施した後で、ピストンエンジンが取り外された。エンジンが水力 3.7KN のチュルボメカマルボレ、ターボジェットに換装されるとさじったりオと解消された。エンジン吸気口は機種の最先端に位置し、排気はコックピットの下の胴体下部を通して排出された。 オリン式の硬着装置はそのまま残されたが、オリンをエンジンの排気から保護するために特性の多いが追加されていた。あとのアイルフェールサジッタリオには首輪式硬着装置と全面ガラス張りのコックピットを有する点が異なっていた。諸言性能。ありがとうございます。